心たぎる B リーグチェアマンの島田慎二です。相方のバスケットボールキングの村上です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。はい、160回出ましたね。ということで、まあ、10ずつの節目という、はい、着々と我々にとってはこの10ってものすごい感慨深いですからね。そうですね、いちいち感慨深くなりますからね。はい、もう200までもあとちょっとだなって。そうちょっとじゃないんですか、ね、この感慨深い系をあと4回やったら200ってことでしょう。確かに、まあまあまだまだあるなっていう気はしますけど。そうですね、まあすぐ来るんでしょうね。はい、はい、ということで、まあ、11月23日あれですね、あの事務局宛てにペプシマンさんから、あ、ペプシマン、あのこういった久しぶりですね、ペプシマンさん、はい、大きな赤いカードですかね。ペプシマンさん字綺麗だよね。綺麗なんですよ、ちょっとしっかり開けていただいて。ハッピーバースデーって書いてあるじゃないですか。おお、という聞こえます皆さん。いいね。これね、なんて説明したらいいんですかね。バースデーカード的なもので開くと、この音が鳴るんですね。で、歌ってる人たちは、クイーンではなくて、クイーン的な猫とか犬とか、動物です。で、誕生日おめでとうございます。ペプシマンと書いてます。いや好きですよ私。あのこの曲クイーン好きですから。確かに、まあ、テンションね、やっぱクイーンでテンション上げようとしてるのは大体世の中には木村拓哉か私ですからね。なるほど、はいはい、大好きです。いやいやいや、なんか今のあのこのカードの描写とかもやっぱりすっげえ嬉しい。ラジオ慣れしてきたなっていう感じを感じます。もうすごい嬉しいです。いやいやいや、ペプシマンさんありがとうございます。本当に YouTube で曲とかね、はい、コンサートの映像とかってあるじゃないですか、はいはい、それで一番聞くのはクイーンですよ私。ああそうですか、うん、最後のライブエイド、はいはいはい、ライブエイドの、うん、あの、うん、あのすっげえ観客の中でのすっごい、まあ、最後のあの振り絞ったあの時に最初のボホミアン・ラプソディのピアノを弾き始めた時に、そのピアノの上にすんごい数のペプシが置いてあるんですよ。へえ、うん、まあ、それとペプシマンがつながっただけなんですけどね。なるほど、今そこにガチャッとくっついたわけですね。はいはいはい、はい、素晴らしい誕生日おめでとうございます、はい、ありがとうございます。はい、ペプシマンさん、ぜ、いや、いいねやっぱりね。いいですね、ちょっと俺に一回後で最初になんか見せてるとこのリアクション出ないもんね。今本当に初めて見たからびっくりしました。ペプシマンさんありがとうございます。これ自宅のお家に飾らさせていただきます、はい、自宅のお家って何。今ちょっとお家お家じゃない。いや、そうですね、お家お家じゃない。頭痛が痛いと同じやつですね。そう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 、はい、ですね、続いてですね、芋煮大好きさんからで、うん、またこの見てください、めちゃめちゃ綺麗な字でお手紙をいただいておりますが、山形からですかね、はあ、これがですね中野なんですけど、なんでですはい、島田さん村上さん、はい、こんにちは。ようやく涼しくなり芋煮が美しい季節になりましたね。芋煮が美しいってなかなか描写が素敵ですね。素敵ですよね、うん、実は私昨年山形の芋煮会で島田さんにお声掛けさせていただいたものです。本当、はい、バスケとは関係ない場所でお会いできるとは思わず頭が真っ白になりましたが、超絶ダンディーな島田さんと優しいスタッフさんに写真を撮っていただけたりお話ができ、うん、とってもいい思い出になりました、その説は本当にありがとうございましたと。超絶ダンディーな島田さんということですね、繰り返して、ね、はい、まあ、でもあの時山形の芋煮っていうのは、はい、花笠祭りと同じぐらい、はいはい、二台、ああ、そうです、県外からとてつもない人が集まるんですよ。で、そんなビッグイベント、ものすごい人でしたからね。うん、そこをうろうろしてる、私とそこですれ違うこと自体がすごいですね、うん。確かにね、何人か声をかけられたんですよ。うんうん、そこで。それはもうバスケ塾はなく、普通にいて、うろうろしてて。だからすごいっすよね、そういうとこで会えるって ね、うん、この間の佐賀のバルーンの時もそうですけど、いるんですよね。なるほど、あー島さんとかって、ね、飛ぶんすかとか飛ぶんすか、ここで芋煮食べるんすか、食べるんすか、食べますよ、ここに来て芋煮食べないわけないじゃないですかとか言いながら、いいですね、そのバスケじゃないとこで出会えるっていうのがまた素敵なところですね、うん、結構そうですね。そしてですね、この芋煮大好きさんからお願いということで、うんうん、お願い、はい、さて今回は島田さんにお願いがありお手紙を書かせていただきました、うん、来年私の大切な人が転職し、うん、新たなステージに挑戦します、うん、そこでちょっとドキドキしながら頑張っている彼に、人生経験豊富な島田さんからエールを送っていただけないでしょうか、うん、彼もこの放送を毎週楽しみに聞いているのでビッグサプライズになれば嬉しいです。名前は、タクさんという方だそうですので、たくさんどうぞどうぞよろしくお願いしますということで、来年転職するんですか。
そうですね、来年芋煮大好きさん、大切な方が転職をされると、うん、その方がたくさん彼女からのお手紙ですね、これね。そうですね、はい、ということで、なるほど、来年のいつなんですかね、春ぐらいですかね、でもちょうど転職の時期とするとね、うん、そうですよね、1月か、まあ、春かとかぐらいだと思いますけどね。まずですね、はい、大丈夫ですよ、大丈夫大丈夫、うん、もうこの少ない情報の中から大丈夫っていう、うん、本当ですね何が大丈夫なのかと、その心、はい、いいですか、はい、お願いします。まずね、このタイミングでその来年の春ぐらいだとしてね、ずいぶん先じゃないですか転職、うんうんうん、このタイミングでその4ヶ月5ヶ月後、まあこれ決まったのはもうちょっと前かもすると、うんうん、下手したら半年近く前に転職するよっていうその相手の先が容認してるわけじゃないですか、うんはいはい、大体今の企業こうね、人がかけたらすぐ欲しいとかっていう風になるから、うんうんうん、待つといっても数ヶ月であって、うん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 、半年近く待つってことは本当に渇望されてるってことですよね。ああ、そうかそうか。それはもし1月でも3月でも確かに結構間空きますもんね、うん、すぐ来てっていうね、待ちますから来てくださいっていう、うん、そうそうそう。でもその前提は今いる会社からも、うん、大事な、まあ、戦力として認識されてるから、うんうんはい、もうすぐ出ていかれちゃ困ると、うんうんうん、でそれに対しての責任も果たす男気もありながら、うん、認められるようなビジネスマンで、かつ相手方も待っても構わんという、うん、このフルハウスをカバーできる時点で私が何かを言うことはもうないなと、うん、いうことで、まあ、きっといい方向に行くと思いますから、うんうん、彼女さんもね、うんうんうん、そんな素敵な彼氏をもう支えいただいて頑張ってくれると思いますんで、いや私からの言うのは今の事実関係であなたは大丈夫。なるほど、はい、以上です、はいはい、ということで頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい、まあ、芋煮大好きさんからバスケは盛り上がってきて、うん、島田さんも村上さんも忙しい毎日かと思いますが、はい、これからも配信を楽しみにしておりますので、お体を大切に頑張ってくださいということでございます、はいはい、はい。ということで、今回は、ペプシマンさんからね、誕生日のサプライズのカードと、芋煮大好きさんから、まあ、お願いということで、はい。お書きを紹介させていただきました。はい。皆さんありがとうございました。はい。それでは、島田のマイク、スタートです。島田のマイク。この番組は、全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。はい、ということですね、はい、まあ、昨今ね、私いろいろあるんですけど、そのいろいろある中で、はい、そのいろいろあったことを話す前に、うん、ちょっと未来の話をさせてもらうんですけど、ね、はい、いきなり未来過去の話じゃないんかいっていう、はい、あの実は今日ね、この収録終わった後なんですけど、はい、トンネルズにおついにお会いするんですよ。あらららあのね、これ憧れの。憧れの。私ね、うん、どんなスーパースターよりも、どんな美しい女優さんよりも、うん、トンネルズに会いたいってずっと言い続けてきました。そうですよね。夢叶う日が今日です。高校時代に宿舎を抜け出して泣いちゃうかもしれない。ああ、そうなんですね。すごいですね。ついにですね。ついになんですよ。ちょっと今だから、そわそわしてる、うん、なんかそうですよね、今日ものすごい好きな人に会うみたいな感じ、うんうん、落ち着きないなと思いながらちょっと様子がね、挙動不審な感じがするかもしれない。ちょっと会う前におさらいしたいんですけど、トンネルズさん、うん、どういうところがやっぱり そんなにたまらなくお好きなの。あ、青春そのものですね。あ、青春そのもの。ちょっとユーミンチックになりましたけど、うん、本当ですね。なるほど、もう自分の青春そのものに今日はじゃあ会いに行くような、もうそうですよ、ですね、もう夕焼けにゃんにゃんの頃からのですね、皆さんのおかげですとかね、うんうん、私東京ドームの1989年の東京ドームコンサートも行ってますしね。あ、そうなんですね、うん、へ、で日本放送のオールナイトニッポンはほぼ全部欠かさず聞いてましたしね、はい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 、はがきまで送ってましたからねまあそれが今のこのはがきにつながってる。なるほどなるほど、って言ったらそうなんですけどね、はい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 、とかね。へ、でも、まあ、本当に何度も言いましたけど、高校生の時はね、高校選手権で東京に来た時にはもう有楽町日本放送の前張るっていう、うん、今でいうとこの推し。そうですよね、推しですよね、推し活ですよね。そんなことがあったんですよ、だから今日ドキドキなんですよ。なんでこの模様はですね、うんうんうん、結果をお伝えしますから。それはぜひ聞きたいですね。その前にもうなんかチャンスがあればインスタとかに載せますから今日。なるほど、はいはい、ちょっとそわそわしてるという話からの、まあ、だから毎日ね、はい、いろんなことがアップデートされていくんですよね、はいはいはい、それはまあ刺激的な出会いとかね、うん、刺激的な出来事とかが毎日あって、うん、それは基本的にはよほど上げちゃいけないもの以外は、私が1日1ノート、うん、
1日1ノートを上げてるんで、はい、そこになんかこう印象深いこととか、バスケ塾じゃなくても誰々と会ってこんな話をしたってのちょっと入れようと思ってるんですよ。最近ね、まあ、基本的に無理やりこうバスケネタをこう引っこ抜いてたんですけど、うん、もうちょっと別にあの毎日刺激的な出会いもあるし、はい、素敵な方と会うことがあるんで、はいはい、そこでこうなんですか、インスパイアされたようなこととかね、あの面白いことっていうのは私の中だけに留めておくのはもったいないなと思って、うんうん、そういうのをシェアするようにしてると、はい、まあ、そのボイシーの岡田社長であったりね、もう本人たち の, あの許可を受けてないんで名前は言いませんけど、まあ、有名な経営者の方とかと先週も3人ぐらいお会いしたりとかね、まあ、今日はそのトンネルズだったりとか、まあ、そういったことがあるので、ぜひね、あのノートを見ていただければいろいろ書いてありますから、ぜひチェックしていただきたいなということと、あと選手とかもね、今週だと、まあ、ジェッツのね西村選手、西村文夫選手、まあ、これもノートに記載してますけど、あのね、出会って10年なんですね。あ、もうそんなになるんですね。出会って10年、うん。ジェッツに来て10年か。ジェッツに来て10年。ミスタージェッツですよね、今はね。で、彼は、そのノートの中でもしたためているんですけども、はい、私が BJ リーグから NBL に行って、うんうん、ボコボコにされたシーズン、うん、20連敗を経験したシーズンの最初のゲーム、まあ、忘れもしない、日立サンロッカーズ、東京だったんですよ。西村がこれ正規ポイントが出て、はい、で、こちらは、今佐賀のヘッドコーチの宮永選手、はい、当時宮永選手、はい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 、で勝ったんすよ。勝ったんすけど、うんうんうん、すげえなと思ったんです。すげえな、うまいって。あ、なるほど。もうハンドリングとかシュートとかも一人だけはもう全然違うなって、はい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 、え、このリーグにはこんないんのって。あ、なるほど。でそんでその後ちょっと私が欲しいなと思ってね、うんうんうん、あの口説いて、うんうん、意気投合して彼がまあ、ジェッツに来て今10年経つと。でなかなかね、私もこの立場になったんで、あのそういう関係性だったりしたんですけど、うん、まあ距離を保たなきゃなと思ってたんです、うん、最近もう4年も経ってるから、うん、もういいんじゃないのと思って、うん、まあ富樫と会ったり勇気、はい、とかね会ったり、はい、まあ、川村勇気もそうだし、うん、まあ今回ね安藤、はい、アンディとだったりね会うようにして、はい、やっぱりいろいろ気づかされることありますよ。ちゃんと会うと ね、やっぱピンで会うとね、やっぱ本音が出るんですよね。で5、6人の選手と飯食うってのはいいんですけど、5、6人の選手と飯食ったら大体そんなシンクって話にならないんですよ。まあまあそうですよね。大体で効率悪い。大体ね、いいことってのは効率悪いのよ。だその俺も忙しいから、ともすれば5、6人選手集めて、ざっくばらんに座談会みたいなことやったら、一瞬ね、効率良さげになるんだけど、やっぱマンツーじゃないと出てこないことが多いの。あ、本音はマンツー。なるほど、だからね、得れるものが多いのはね、結構ロースすること、うん、まあ、でもなんかあれですね、こう視座がっていうか、うん、また全然見てる視点が違う、うん、同じ時間を過ごしてるけど、うん、見てる視点とか視座が違うから、まあ、ちょっといろんな気づきがあって面白いんですかね。そうですね、やっぱね、何よりもね、うん、いろんな年代の選手と会うことが大事。あ、そうかそうか。やっぱりこれからバリバリやっていくよって人と、うん、まあ、中堅であと何年かなって考える、うん、あとベテランとか、うんうん、そうするとやっぱね、全然出てくる言葉もB リーグに対する考えも、うん、もう全然違うの。あ、なるほど、うん、あ、この年代のこういう人だとかこういうこと考えるんだとか、うん、こういう気づき、あ、そんなこと考えてるんだみたいなことも結構出てくるんですよね。そう、それがベテランになるともう俺との会話の大半はセカンドキャリアになるんですよ。あ、なるほどなるほど。で、どうしたらですかね島さんね、うん、って次ねって、うん、いや、こういうのいいと思うよとかっつってね、なんかもう だんだんね、うん、そんなにがっつりバスケの話じゃなくて、もう男同士の話なんですよ。あ、なるほど、うん、お父さんと息子みたいなもんですよ、年齢的には。息子いないからものがもう楽しくなっちゃう、ね、そういうとこもちょっとあるんですね、うん、なるほどね、人と人であり、うん、男と男でありみたいなところの話になっていくと、ね、そんなことが多くてね、ちょっとあの細かい話はなかなか深いんでしづらいんですけど、はいはい、まあ、年齢だったり今のその選手たちのフェーズによって違うし、うん、代表の話とかもするわけですよ。代表の今回のいろいろあったじゃないですか、はいはい、ああいう話は向こうからやって、はいはい、あれこうですよねとかって、うんうんうん、代表の話とかしててもやっぱりみんなそれぞれ違うんですよね。ああ、やっぱそうですよね。うん、面白い、うん。その人なりの考え方とか、やっぱ時代の過ごし方とか、ね、うん、キャリアによってもやっぱ考え方全然変わってきますしね。そうそうそう。だから選手会は窓口が、うん、500人もいる選手たちの一応総意を、はいはい、まあ、反映したものをまとめてぶつけてきてるっていう、うんうんうん、けどまとめてきてるって言ってもあまりにも最大公約数すぎて本真意がよく分からないじゃないですか。うん、まあ、そこはそうですね。まあ、かといって個々に全員やるわけにいかないけど、うんうん、なんとなくその、年代分けてね、いろんな人たち話すると、やっぱこうそのこととこのこと合わせて、うん、大体こうなんだろうなっていうのは
分かるんでね、うん、でそれをこう制度設計とかに作るときにも少し、まあ、それを全部反映させるわけじゃないですけど、まあ、でも大事な時間ですよね、念頭に置くと、うん、なるほど、うん、いいですよ、頑張ってるもう選手たち頑張ってる。なるほど。まあ、この間は私がトレーニングしてて、選手たちのすっげえ頑張ってるとか、はいはいはい、トレーナーとか支えてる人たち頑張ってるって言いますけど、うん、選手たちも接しててもね、もう選手たちも頑張ってる。もう本当頑張ってる。うう思いを新たにやっぱりするわけですね、うん。だって本当に午前中練習して、午後休んで昼寝して体休めてからトレーニングして、夜がっつりご飯食べて寝るとかっつってるもん。うんうんうん、本当にもうその競技のために1日1日1時間1時間をきっちり過ごしてるわけですよ、ね、そんな風に言ってますよ。だからそうすると別に移籍するじゃない、うんうん、でいろんなとこ行くでしょ。でもいろんなとこ行くんだけど、結構みんな言うのは意外とどこ行っても変わんないんですよと。あ、それはもうあの自分が水が合う場所とか、うん、それはあるよ、うん、プライベートの好きなところが、うん、釣りする人はあの水見方がいいとかあるけど、日常生活は別にやってること変わんないから、うん、あ、体育館とトレーニング、あのジムと、うん、あとは寝るのと、うん、なんかめっちゃ美味しいとか、あの栄養を考えて食べれる場所があるかどうか、うん、否かみたいな、まあ、大体あるじゃないですか、うん、誰かしらサポートするじゃないですか、うんうん、変わんないんだって。あ、これまた面白かったね。確かにね、うん、そうですよね。もうその時々はもうそのチームっていうか、うん、もうために尽くす、バスケに、まあ、尽くすためのもう時間を作ってるから、うん、場所は変われども過ごし方はほとんど変わんないよっていう、うん、そんな感じなんですね。そうですね。あとみんなね、ファン大事に思ってるね。あ、これファンの皆さんね、本当にお世辞じゃなくてね、私いろんな選手だけど、うん、みんなねファン大事にしてますよ。あ、それやっぱりバスケットボール界であり、うん、B リーグのやっぱりいいとこですよね。いいとこですね、うん、まあ、特にね、に文雄なんかはあの昔からその F 会とかファンクラブとか作ったりして、うんうん、ファンをもともと大事にしたからね、うんうん、それが今いわゆるファンコミュニティとか言われる前からやってたしね、デジタル系もやってるし、すごいよね、すごい時代ですよね、うん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 、でそれでメンバーシップとかの YouTube とかね、それでやって皆さんこう応援してるわけだからね。選手発信のファンとのコミュニケーションっていうのも結構取れるようになってきてる時代ではあるってことですよね、うん、だって行ってきますとかさ、うん、今日何食べようかなとかさ、うんうんうん、なんかこの辺いいお茶飲めるとこないとかってやってるわけじゃないですか、うん、はいはいはい、こんな選手だけ無理ですからね、うん、確かにそうですね。おじさんやったって誰も来ないからねはい、そんなんでした、うん、まあ、でもね、とにかくちょっとノートにも注目していただきたいなと、はいはい、なるだけここだと全て話しきれないんですけど、まあ、選手だったりとか、はい、うん、素晴らしい経営者だったりとか、うん、まあ、その経営者からの気づきを与えられたメッセージみたいなところをやってるんで、まあ、経営者のみならず、まあ、ビジネスマンの方とか普通にね、はい、若い人たちにとってもあ、そうだよねって、ちょっとバスケにこぎつけるところありますけど、うんうんうん、あるんでぜひね、はい、チェックしていただきたいですね。島田慎二ノートにも注目ということですよね、うん、はい、あとはあれですね、あ、 U18 日清食品トップリーグの2023の方にもね、うん、あの行かれてたのかなと思いますけども、うん、このあたりはいかがでしたか。いやもうね、うん、ありがたいですよね、まあ、ウィンターカップとインターハイの2大、まあ、タイトルの中にね、はいはい、この時期にウィンターカップの一月前ぐらいに、そうですよね、あの、まあ、いわゆる三大大会のような格好になってきてるじゃないですか、はい、で何が違うってもう演出とかね、うん、いわゆるプロの興行のような仕立てにしてるんですよ、はい、照明とか、はいはい、ライティングとかね、 MC とか、うん、だから高校生がそのいやコートインするときにもう演出施してやったりとかしてね、ポージングしたりとかみんながね、はいはいはい、うん、だから将来プロになるような人たちがその結構 そういうシーンそういう時になったらこんな感じなのかなっていう一端を体験できるような場になってるという、うん、そのそもそも、日清食品さん その配慮というか、うん、まあ、そういうふうにしていきたいということでやっていただいてるんですけども、うん、まあ、そこが選手たちはやっぱみんな喜んでますよね、はいはいはい、うん、嬉しいですよね。あとはまあ負けたら終わり そのトーナメント戦じゃなくて、うんうん、3ヶ月ぐらいに及ぶ、ね、うん、リーグ戦をやってリーグ戦で、ね、こう戦うっていう大会ができたことによって、うんうん、もちろんこれはベスト8だけあの日本の高校生のトップオブトップが集まってる、うん、そのトップリーグの話ですけど、そのブロックリーグまで加味すると、はい、いろんなこの地域地域で本来の大会でそのウィンターとかの予選であればもう何回戦かで終わっちゃってすぐ、うんうん、あの引退しなきゃいけないみたいな人たちもそういう大会でたくさんのゲームができるっていう状況を作ってくれた、うんうん、まあ日清さんには本当大感謝で、うん、まあ、たまたま今バスケのご縁でこう付き合ってますけど、私も基本的に日清食品ファンなんですよ。ああ、それ前もおっしゃってましたもんね。ものすごい好きなんですよ、うん、昔からもうカップラーメンで育ったぐらいですね、はい
途中で UFO で、はい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 、今は完全メシ。あ、完全メシね。もうだから3台、ね、うん、3台ですよ。なるほど、素晴らしいね、うん、商品とサービスとあとマーケティング、うんうん、推し続けられてる会社なんてないんじゃないかなって。なかなかそうですよ、ね、本当好きで、うんうん、カルチャーも好きで、する、そうですよね、もうカルチャーですよね。いや、もうすっごい尊敬してるんですね、はあ、だからね、たまたま今回、まあ、あの私のインスタ見ていただければ分かりますけども、はい、昨日、まあ、八村選手もスポンサーしてるっていうこともあって、うん、はいはいはい、八村選手がカップヌードルをすすってるモチーフの、うん、ーものすごいでかいのを代々木の第2の前に置いて、はいはいはい、それを見学に行った時に私も一緒にこうついていってで安藤幸喜 CEO と安藤のりたか、うん、CEO 日清食品グループの社長であるのりたかさんとスリーショットを撮らせてもらったんですよ。もうこれはね、うん、めっちゃ嬉しいの。あ、そういう、やっぱ自分がねすごくファンだった、うん、まあ、もう言っちゃうとメーカーであり、あと経営者の方々ですもんね、うん、もう本当にリスペクトしてます、うんうん、ということで、はい、まあ、バスケット界は今ね、はい、日清さんにねこうやってお世話になってるわけですけど、うん、この大会もどん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 毎年規模を大きくしていって、そうですよね、まあ、いつかはね、あの B リーグのユースのクラブも、うん、今ブロックリーグには出場し始めてますけど、はい、やはり成長して、うん、トップリーグのベスト8の中に割って入ってきて、うんうんうん、ね、で将来はこう日清トップリーグもそうですし、ウィンターカップもそうですし、もうなんかもう本当に一緒になるような時代が来ればね、いいですよね、はい、うん、楽しみですね、はい、はい、島田のマイク。島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。はい、ということでエンディングに差し掛かるんですけども、まあ、前回前々回から、告知をしておりますが、バスケ界たぎりワード大賞2023は、投票絶賛受付中ということになったので、これがですねかなりハイペースで来ておりますということでですね、いよいよ11月30日までということで残り1週間となっておりますので、もう一票もう一票というのもありますし、いやいやこれをちょっとぜひということがあればですね、うん、投票していただきたいなというふうに思います。詳しくはあのバスケットボールキングの X、 それからですね番組概要欄の方にも記載がございますので、そちらを見ていただいて、どしどし投票をお待ちしております。とこれやっぱりあれですね、応募の仕方を変えたことが、そうですね、この皆さんのね、はい、努力がね、うん、現れてますよね。そうですね、 X ももちろんなんですけど、割とその、投票できる形にフォームがありますので、うん、そこに結構ボンボン基本みんなフォームですか。フォームは多いですかね。あ、でもツイッターでも、ツイッターでも、いや来てますね。それはそれで OK にしてます、はい、それはそれで両方 OK にしてますので、はい、まあ、今年は2023はじゃあどんな、ワードが飛び出てくるのかというのが、こう思いたいということになりますけども、うん、今どんな感じですか。いい感じですか。そうですね、何か言っちゃうとそこに引っ張られちゃうから、それ言っちゃダメですけど、感じとしては感じとするとですね、結構やっぱりそのクラブ推しでバーンとこう、うん、もうこれはこの言葉ワールドカップネタ、ワールドカップ結構ありますね、うん、あのやっぱりホーキンソン選手の話だったりとか、うん、まあ、比江島選手の話だったりとかっていうのはやっぱり、うん、あ、予想通り来てるなというのもありますけど、うん、やっぱり B リーグクラブのファンの皆さんもですね、うん、我がクラブのこれを知ってほしいっていうことで結構バンと来るのも多いかなということになっておりますので、ね、まあやっぱりね、あのかつてはオニール現象がね、そうですね起こったりしましたからね、はいはい、まあいうところもなんかこう、うん、あのファンのね、ファンブースターの皆さんの熱量を感じる部分では非常に面白いかなと思いますね、うん、結果はいかにということになりますけども、はい、ということでね、はい、あと1週間ぐらいなんで、はい、あの最後までね、はい、多くのねご応募お待ちしてますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りをお待ちしております。間違ってないですか、ちゃんと。合ってます。皆さん、あれですか、ちゃんと転送、前の事務所からの転送をされて、そっちに行ってるとかじゃなくて、ちゃんとやってますか。新しく来たやつも来てますね。そうですね。転送系もありますか。転送系もあります。はい、ということですね。じゃあまだ浸透してないですね。はい、お便りの宛先が変更になっておりますので、うん、こちらをですね、確認して、送っていただければなと思います。新しい宛先がですね、東京都港区の東新橋 1-9-1、東京汐留ビルディング6階、シーソーゲーム内、島田のマイク事務局となっておりますので、改めてですね、こちらに、どしどし、はがき、お手紙を送っていただければなというふうに思います。
はい、では島田のマイク、ここまでのお相手は心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣と相方の村上でした。また来週。お聞きいただいたコンテンツは制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。